チャチャチャ。どうも、トズルです。ありがとうございます。やってまいりました。ありがとうございます。来ました。来ました。最近、ライクパイセンがですね、何の企画とも伝わずに始めちゃうっていう事件が発生しておりますが、今日は先生何やるんですか。今日やっていくな。はい。もちろん。あれもちろん。もちろん。ガチビオ3。ガチビオ3。絶対違う。もちろんガチビオ3。絶対にガチビオ3です。絶対にガチビオ3ですか。絶対に。絶対に本当に。ドッキリなし。なしです。ドッキリなしです皆さん。この動画ドッキリはございません。そんなこと絶対にしないです。それは。じゃあ、僕は、はい、あ、じゃあガチビオ3ですね。僕はっていうより、はい、ガチビオ3です。僕は、あ、そうかそうかそうか。オッケーです、オッケーです。じゃあもう普通に戦いますね。はい、何使おうかな。勝ちたいもんな、たまにはガチビオ3で。本当にわかんない。動画のタイトル、ガチでビオ3でドズルボコボコにしたった。いや、もちろんもちろん。の可能性もありますもんね。いや、もちろんもちろん。お願いします。やっぱね、でもね、警戒すべきは、はい、シバライトニング。いやでもね、ちょっと違う気もするんですよね、雰囲気。さあ、よろしくお願いします。お願いします。ガチBO3と歌っておりますが。いや、ガチBO3ですもん。あ、そうですか。そうですか。もちろん、言ってるじゃないですか。マジやっちゃう。いや、でも僕はじゃあもう勝ちに、はい、勝ちだけを見て。マジやっちゃいるんですね。マジやっちゃいます。やっぱアチアチア絶対入れるんで僕は。マストっす。マストカードになっちゃいましたね。いいこと。アチアチアの良さを知ってから。これはちょっと軽く弱め。弱めですね。軽く弱めのファルチェさん。まあ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 。どうしようかな。まだわかんないですね。マジアッチャファルチェってなんだ。あれ、ライバイスなんかしてません？シバライトニングしてないですか。大丈夫ですか。してないですよ。あれ、なんか今思ったより来なかったな。マジアッチャ、あ、これやばい。はいはいはい。いやー、このよしよしよし、貫いて貫いて。いや、とはいえですよ。とはいえ、はいはいはい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いやー、まさに。いい感じ、いい感じ。からの。はいはい。いや、なんかしてない？いや、なんかしてないっすか、先生。してない？本当に？おかしいな、なんかちょっと、わかんないけど。なんかね、なんすか、なんか。覇気がない、覇気がない、本当に。いや、なんか言語化できないけど、今日のライクパイセンの戦いに覇気がない。エリアド取られて、侵害か、失礼します。確かそれは失礼だわ、はい、もし間違えてたら、あ、ライトニングされ、いや、やっぱシバライトだ、絶対シバライト。いや、かけてもいい、かけてもいい、これは絶対シバライトです、先生。違うです。違います。本当に絶対シバライトだと思う僕。よくないっすよ。あ、よくない、よくない、それはよくないっすよ。疑いっすよ。ちなみに、あのオタクのチームのラスパイ戦にこの前1秒でバレましたからね。打った瞬間、打った瞬間バレたんですが、まだわかんない、まだわかんないですよ。まだわかんない、まだわかんないですよ。エリゴレじゃないかな、やっちまったかな。いやー、それは惜しい。これはやっちまった。おやつ、おやつ、見破ってもダメなんだよな。見破った後のこれで勝たないと、勝たないと意味がない。意味ないですね。意味ないですね。いやー、でもこっからもう打ち終わったってことだろ。打ち終わってんだよな多分な。よし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 。いや、悪くはない、悪くはない。いや、やった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 。おやつ、おやつ、おやつ。さあ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 、ありますよと。マジアチャよくねえな。マジアチャやっぱ結局強い説はありますからね、はい、いやー、でもこのこのアイスイズも意外と嫌ですからね。いやー、ちょっと待って、やられたか。まだまだチャンスある、まだチャンスある。いやー、でもマジアチャが鬱陶しすぎるな。マジアチャいいっすね。いい働きしてますね。これで、はい、ロケット打ちます。それはダメやね。え、これダメっすか。いや、とはいえもう多分はい、パイセン、はいはいはい、回すあれがないんで。あれあれあれ、
あれ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 何言ってんすか。ああごめんなさい、何言ってんすか。失礼しました。失礼しまして、はいはいはい、まあ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 、まあ、ゆっくりね、ゆっくり、まあゆっくりこうあれ覇気がないですね。あれ先生、調子風邪気味かもしれないです。ガチビオ3の手は続いてるんですか、はい、あ続いてる手じゃない手じゃない。いやね、僕分かんないですけど、はい、千葉ライトだと思うんですよね、僕はね。僕の予想だけ言っときますよ、はいはいはい、皆さんに予想だけじゃ伝えときます、はい、じゃ続いて、はい、ガチビオ3、ガチビオ3、はい、じゃあ僕はあどうしようかな、これで、はい、お願いします。はい、お願いします。え、でもこれ勝ったら僕もあの、はい、言い続けますから、ガチビオ3でガチビオ3で勝ちましたと。ちょっと待ってください、ね、え、なんもね、はいはいはい、ボムタワー出た、ボムタワー出まして、はい出まして、はい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 アイスイゾー好きっすね今日、最近ブーム、ブームらしいですね。パルチェシニーからの、パルチェシニーからのアイスイズブーム。はい。いやどうしよう。メガゴー。あ、いやメガゴー違うか。いやいいローリングッド。うん。ホグ。ここは最速でちゃんと受けてて。なるほどね、まあ悪くないですね。ガツン入ってピピピピピピピ、よし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 、ピピピピピピ、いやリード中ですよ、リード中ですよ。で、まあ、僕はライフパイセンまだシバライトニング中の、はい、マジアチャンネル呪文打てないだろうのすごい読みつけこう形を作ると、はいはいはい、まだノルマが終わってないんで打てないと。いや全然あれ、はいはいはい、あーやられちゃったか。そう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 、からのからの、いやうまく守ってくる、うまく守ってくる、まあ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 、まあ、これぐらいはねさあここでやりつつグライダー、はいはい、あ遅い遅い遅い、遅いっすね、これ遅かったっすね今、雪玉打たざるを得ない、なるほど、はい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 、ここでいやーやっぱね守り守り重視ですね今日やったら守りが、いやいや今日守り、俺守りから入るわけ、あそうかそうか、守りから、クラロアとは、クラロアとは守りから入るゲームである、まあそれはまあ間違いではないけど、はいはい、間違いではないんですが、うん、このボムタワーが永遠にきつい、あやっぱりもう企画が完全に分かりました、はい、企画が完全にさっきと同じ終盤で出てくるライトニング終盤、あライトニングとはそもそも序盤で使う呪文じゃないわ、終盤で打つカードですから、終盤でしか使わないわ、困るんですよね、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、そう、そもそもだわ、はい、そもそもでした。でここはガツンガツン入れて、さライトニング入りの、はいはい、いやでも結構これはまだチャンスはあるな、まあ、ちょっとだけですけど、ちょっとだけ、いやー終わんね、試合が終わんないですねこれ、うん、でもまあ短くなりましたからね、まあ確かに確かに、さあここはちょっとでもちょっとでもつなげていきたい、 OKOK 悪くない悪くない、はいはいはい、いやーどうしていこうかな、なるほどなるほど、いや、やりますね、よっしゃい、来た、これは強い、これは強い、はい、ありがとうございます、勝ちました、そんなことあるまだまだまだわかんない、まだわかんない、はい、勝ちましたボムタワーが永遠にきついんだよな、でもちょっとやばい、いやボムタワー永遠きつい、いやき
ついよ。オッケーオッケー。いやきつい、きつい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 。きついきつい、永遠にきつい、永遠にきつい。いやうまいっすね、やっぱ。まあそれはもちろん当たり前ではある。はい、いや僕もね、これいいタイミングで受けたいっていう。あちゃー。ありがとうございます。ワンチャンス。はい、分かったんですよ、そんなの。いやー、これはちょっとね、やっちまいましたね。そうですね。無理ですね、これは。あ、やべ。くそ。やったな、やったな。やべ、ちょっと待って、これやばい、これやばい。ワンチャン、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 あ、2試合、1試合の覚えてないです俺、1試合目今の1試合、今の1試合は僕だいぶ分かりますよ多分、はい、僕がエリクサー把握能力ってことですよね、はい、最後も入れて、はい、4回お正解はずです何回打ちました3回でしょ。あ、3回か、はい、最後一発打ちましたよね多分。いやもう最後めちゃくちゃ打ちました最後めちゃめちゃゴミのように打ちましたえ、序盤2回ぐらい打ちました。序盤1回ですかね。あ、序盤1回なんだ。なんかエレキとマジアちゃんペッカの時にさすがにマジで企画を読んだ企画を読んだ上での立ち回りさすがにマジと思って防衛ライト打った今回はちょっとね分かりやすかったですね。さすがに、はい、だってシバライトニーは僕が考案した企画なんでその分からないわけがないなんか最初にシバライトニングやった時に、はい、確かボンさんとテンゴットだったじゃないですか。やりましたね。その時にテンゴットがやっぱやってたんで、はいはいはい、ボンだドズさんとかがいまだにそのなんかシバライトニングの企画とかやると、はい、テンゴットちょっと嬉しそうにおシバライトニングかわいい、かわいい。確かに確かに、あのテンちゃんと一番最初にやったんですよ。そうそうそう、確かに元祖ですわ。はい。テンパイスまたやりましょう。はい。というところで。というところでね、はい、今日はまあまあまあ俺の勝ちでした。いやいや違う違う違う、俺の勝ちはよくわからん。いやでも企画をねやっぱ見破って僕がやっぱ強いかなとは僕は思いますけど。秒でバレました。なんでバレるんですか。え経験すか。いやもうね、いやエリクサーが確実に溢れてるなって思ったんですよその僕さすがに分かる。だからボンさんだったら分からないかもしれないけどさすがにエリクサー6入り足りなかったら分かりますわさすがに。はい、今度ボンさんにやりたいボンさんはねマジで気づいてないんですよね。あ、本当本当に気づいてないと分かんないけどそのエリクサー6コース消えてもはい、はい、ということで、はい、今日はこの辺で終わります。ありがとうございます。またドズさんの方でもね面白い動画がめちゃめちゃ上がっている、はい、コラボ動画が上がっております。ぜひ、はい、そちらも見てください。お願いします。ということで今日は終わります。バイバイ、バイバイ。